はい、でした。はい。さ、疲れたね。めっちゃ寝とったね。ほぼ徹夜やったもんね。はい。と、はい、いうことで、はい、今回は、あ、釣れたやつ、こちらです。はい、こちら。ひらまさちゃん。で、もう一匹、あの、もらってくれる人。はい。と、カワハギちゃんね。と、アジ。アジ。サバも一匹、うん、サバがいる。この一番大きいアジは俺かな。あれ、俺やったろ。これ、血まみれ。血まみれの俺のやつが一番でかかったろ。はい、ってことで。はい。はい。ってことで、今回作る料理は、はい、こちら。はい。です。一匹。ここにね、あの、方がちょっといろいろ面白い料理調べてたら、はい、こんなやつに、こうご飯が乗ってお寿司がこう散ってるやつがあったわけ、はい、だからこの板をさっき外にある板をカンナ掛けしてきました、はい、でここに寿司を四角くご飯乗せて、うん、はい、いろんな味の魚をピューって入れるのかな、楽しそうだ、はい、ってことで、はい、作業開始、はい、じゃあそういうことだけ鱗取りでもすっかな結構あるやんじゃあ、ね、でっかいのさばこうかな。はい、じゃあ、味付け的に、はい、なめろうみたいにちょっと味付けを考えとくで、なるほど、でもでっかいのいくよ、うん、鱗は取りません、はい、ただなんか今の時期のやつあんま美味しくないらしいですね、ね、じゃあこっちにんにく、生姜、醤油とかで味付けしておきますね、大したことはしないので、どうぞいい、お返しします。お返しします。こっちもサバ食うだけなんで大したことはしません。生姜にんにく。生姜にんにく。よっしゃい。聞けたかな。お、なんか意味入ってる臭くね。味じゃない。味じゃない。水やったら受ける。受ける。お前かーって。よーし。うわい。あ、でも大トロあるよ。梅干しがいつもこそこそ作ってるタレ、蒲焼きのタレで作る、あのタレ作って、はい、あれどうやって作るよとかだけ教えて、はい、蒲焼きのタレよね、わさびで、わさび、わさび、わさび、偉そうにまあ聞かんか、はい、わさびの出さんか、ボールの場所も知らんくせに偉そうにわさび使いやがって出さんかどれくらい作るの、え、まあまあちょっとでいいよ、あれ美味しいもんね、はい、わさび出して胸くんのくせにちょっと待ってちょっと直して、胸くん何やったっけ、中指で混ぜるんでしたっけ、そう、あ、セカラジか薬指どけやんないよ、セカラジか、肩こじるとは小指小指なんですか、で、薬指で、うん、もう足で混ぜたらよくない、あ、来た、あ、新品来た、でかいでかいよ、もう自分で勝手に持ってってでは、もうグラフでも使えたらくれていいでしょ、氷ちょっと外した方がいつでんよか、あれかもしれない、こっちでシェピ動画に映っとけるかもうここに来た、この空間に来たってことは YouTube デビューやねシェピ邪魔さシェピシェピチャンネルです、いや、いつも終わったらんだけどじゃあ、さばいていきます、今回は鱗は残ったままでございますということでやっていきます、あ、ごまバスランマイですね、ごまバスランマイかごまバやね。保釈。保釈。保釈。マリモタ。なんかすりごまが多分あるはず。でもね、はい、ちゃんと自分で全部で言い出すよ。なるほど。やっぱね、香り立たせるためには香りが立つ。そうそう。すりごま自分で。水飴、黄身飴入れる？蜂蜜や。蜂蜜です。あー、ずれたー、俺のせいで、うん、そう、大丈夫です、じゃあ、こういう、だしのあれ入れます、だしのあれ、だしのあれ、スペースがないから、身置きまーすやるスペースがなかった、あ、ここでしようかな、
そうやね、ここでしょ。引っ越す引っ越すかもっとでっかいキッチンがある家に、うん、わざわざ作ったのに作ったのに狭いつって作ったのにね。これ、内臓だったそこにです。うまい、うん、人間は成長するもんやね。今年ですね。今年だって優しくするがテーマっちゃろ。そうそう、人に優しくがテーマやけど。キム100万ちょうだい。100万だ。見て見て、ほら見て、うわ最悪や。ガイフマルよって。どっちでも100万くれる人は優しいわけだよね。危なくないですか。朝のサイトランパーですよ。湿っとったよ。ホテルとったやろね。ホテルとった。ヨーライさんにホテルとった。まりまよし、大トロがいらっしゃいますね。でも油のトランゴだっなんか、貧相ななんで俺一回足踏まれた今。いや、もうそういう言いがかりやめてくださいよ。もうね、俺今年優しくというのがテーマ。誰に優しく、皆さん以外え、ちょっと待って、スペースできたい。見て、オートロ、ほらオートロいいやつ。じゃこれ、ほんとやね、今度ここら辺の水あ、そこサメに食われた。サメに食われたんですよ、ほら、うん、確かに、今の時期油乗っとらんね。なんかね、オートロとパサパサ、触ってみた触ってて、もっとヌルヌルなるはずなんだ。だってさ、オートロと普通の部分の色の差の中もじゃあもう味付けでごまかされてるからね。よし、できたよ。よし、じゃあカワハギやろうかな。はい、カワハギ美味しきな。しましょうか。してくると優しくね、はい、でかい。今年のテーマね、あの人に優しく。でもできて、テーマやけど生まれた時から優しくあってほしい。いやいや、生まれた環境がね、環境が悪い男に育ってた。環境がそうさせたい。田舎のそれ使えんな。いやいや、田舎のもうね、世間を知らない田舎に、田舎に生まれたがために優しく生まれんやっただよね。みんな否定してあげて、みんな否定してあげて、今まで優しかったよって。違うこと。ああ、なるほどなるほど。そっちかそっちか。あ、生まれた。なるほど。また俺だけ被害のなかった。あ、来た。でもいいや、俺何もしようらん。ほら、そんなのほらほらほらめっちゃほら何やったって隠したのと、すごい。じゃあ冷まします。はい、はい、ここは熱いな。じゃあ半身は俺のタレ。はい、どっちがうまいかね。半身は宗男くんのタレ。じゃあ、はい、いけた。いけた。ジュレ作ったらよかったかな、醤油ジュレ。ポン酢のジュレは。ポン酢のジュレ作る？簡単にでいくと。わかる。冷蔵庫で片面までかいちゃう。まあ、ちょっとやってみよう。寒天入れます、はい、もうちょっと入れようかな。 2g ってどのくらいだ。どうするかな。よし、はい、お器準備してくれ。よし、冷蔵庫お願いします。はい、入れときます。それではいよいよ、いよいよ、どんな感じで、どうぞ。いいよ。真ん中から左右に。お、いいじゃんいいじゃん。お、でもっと厚みがあったもんな。ね、あの道具あれ見たやつ。ちょっと綺麗くないですか。綺麗綺麗、ちょっとじゃない、すごく綺麗。
おぉ、かかって思ったよ。面白い。はい。パチンコ行ってもね。もう、地下か、もう。そう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 あ見つかった。大事な色を作っとったね。見つかった。すごさ。こんなまな板ありましたっけ？さっき作った。カワハギ？カワハギ。え？あ、もう揃った。カワハギ。カワハギもついたんですか？カワハギ余裕で釣れますよ。カワハギも釣きな。どこの市場ですか？いやいやいや、本当にサビキで。いいな、カワハギ。大バタか。カワハギの釣れた。またさっき帰ったやん君。市場でね、市場で。なんであの人指示してくれたの。釣ったのに。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あと3回ぐらい買いに来てるかね。思ったより鮮やかな寿司できんな、なんか。緑が入ったらやられな。思ったよりしょぼいね。おばこんこんお部屋に置いてこうやって。あ、いいね。ここまで区切っとこうか。そうね。やって。やっぱね、緑根が入るといいね。あ、いいね。あ、ちょっとおしゃれできたよ。ちょっとなってきましたかね。ね。ここもこう、ね、全部かけそう。このままではね。長寿司。長寿司完成です。向こうで撮ろう。はい、完成でーす。あ、ジュレ。あ、ジュレ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 。何倍よって、ジュレ、俺が作った。固まっと。固まっといいよ。ぐちゃぐちゃってすればいいよね、これ。ね。あ、すげえすげえ。固まっと。こっち、固っ。そっちめっちゃ入れたもん。かっ。そっち、そっち。そっち。やばっ。それ車の部品や。ゴム。車のなんかこう金属と金属の間にかますやつや。あのキュッてしとらなきゃ掴めるかもしれん。はい、完成でーす。はーい、行ってきましょう。はい、完成しました。めっちゃいい感じにできたね。シャレトンシャンね。はい、どっから食べるかね。じゃあ俺端っこから食べよう。いただきます。はい、いただきます。相手真ん中から行くの難しそう。どうやって食うんだこれ。この味のお部屋俺もらうよ。ドン。ほら。これ大トロ。それは普通。普通あの魚に大トロなんて部品はなかった。いただきます。うん、いただきます。おいしい、おいしい。うん、結構綺麗に取れるね。うん、うまい。そっちも綺麗に取れた。はい、うん、いいね。うんうんうん、美味しい。うん、楽しい。見ててやっぱさ、食べ物って見た目関係あるね。ですね。いつもより美味しく感じるね。えらいもんで。次どれ食べようかなって見ながら。そしてカワハギのところこうやって抜けばいいんですね。これだってさ、うん、結構簡単に作れてさ、おしゃれに作れるけん、お客さん来た時とかこうやって出したらですね。ね、喜ぶと思う。喜ぶよね。うわーすごいってなるよね。別に釣った魚じゃなくてね、はい、お店でお刺身買ってきて。マジでマジでね。このでこしのあったらこうツツツツツってやって、ウィーンガッシャンウィーン。そういうゲームあったよ。絶対炎上するやつや。炎上はせんけどお行儀悪いって言われる。こうしてスポッてね。え、意外にいい感じ。キムが押したとこだった。何した。触らんでよかて、いちいち褒めんめえも今年の目標キモ。
よし、ダイエット中のため、はい、完了。完了。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おいしい。じゃあじゃあ、もう、はい、無限に食って、まあ、口開けない。よっしゃーって。ということで、はい、今日あの他の組が釣り行ってる組もめっちゃいいの釣ってたけどね、うんうん、みんないい調子だった、ね、みんな、あ、いやいやいや、バラすなよ。いいから。今日3チーム出たもんね。3チーム出たもんね。そんな感じで、はい、これほんとおしゃれで簡単だし、うん、ね、ホームセンターの木でできる。やってみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。美味しいよ、胸よし。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。